山口メロンは日本のタレント、シンガーソングライター、小畜芸能所属。かつては山口水木の名義で女性アイドルグループ、解決、トロピカルマルのメンバーであった。兵庫県豊岡市出身、日本大学芸術学部音楽学科ピアノコース、卒業。2009年10月、大学1年の時友達の推薦応募で、ミスビゲーコンテストに出場。 2010年6月、スカイラークのアイドルユニット SKL39 に参加。2011年夏頃より芸能事務所シャイニングウィルに所属。同年11月に結成された、解決。トロピカルマルとして活動。2013年3月、解決。トロピカルが2チーム体制となり、順序。トロピカルマルに所属、キャプテンに就任。同年10月、 青春、トロピカルマルに移動。2012年3月、ヒテレジェニック2012にエントリーするが、2週で脱落。2015年1月、青春、トロピカルマルが、活動休止。シャイニングウィルとの契約を解除し、フリーランスとなる。この頃より、山口メロンに改名。2015年11月、初のエッセイ本、アイドルだって人間だもん。を、著筆。 出版に先駆け、同年開催のアイドルライブ、スポーツ・オブ・ハートにて、単身でゲリラアンケートを実施していた。発売記念のイベントは、同年12月、ショイズミ・ブックタワーで行われた。2015年12月、ニュースな女子会 TV 出演をおきっかけに、サイグッサプランニング所属となる。2016年1月、姫・ラジに出演、以降レギュラーとして、パーソナリティを務める。 その後も、東京ケーブルネットワーク、アラ文町、など、ネット配信番組にもスポット出演。2016年2月、著者の宣伝も兼ねて、原宿でメロン布教活動を始める。2016年6月、全国メロンサミットホコタ2016に、念願のメロン大使として参加。同年10月、茨城県有機郡八千代町の観光大使に任命される。また、 公円寺フェス2016、ゆる、キャラ祭りにゆるキャラとして参加。ゆる、キャラプロレスであられもない姿を披露する。2017年1月、芸能界特技王決定戦、てっぺん、ピアノ部門決勝戦で準優勝。東京ケーブルネットワーク、荒文書、プラスからレギュラー出演。2018年1月、芸能界特技王決定戦、てっぺん、ピアノ部門で優勝。 2018年8月、自身の著書を原案にした、舞台、アイドルだって人間だもん、の公演が決定。8月中旬より、オーディション公募、9月26日公演スタート。メロンちゃんは初日と先週落のみ、登壇の予定が、前後のスケジュールが飛んで、毎日登壇していた。2019年6月、舞台、アイドルだって人間だもん、再演。 2019年12月7日、サエグサプランニングとの契約を解除。2020年1月より、松竹芸能に所属。自身の著書、アイドルだって人間だもん、を原案とし、ライブ風の歌唱を取り入れたコメディタッチの演劇。2018年9月26日から10月1日、映画0時にて公演。キャストは3チームで編成され、それぞれ5回の公演を務めた。 上演時間は約70分。とあるカフェバーでカクテルをコンセプトにした地下アイドルエンジェルキスのオフ会が開催される。メンバーより少ないファンで粛々とカラオケ大会が行われる中、サラリーマンが貸し切りと知らずに訪れる。雨宿りの間だけのはずが、いつの間に酩酊状態になったサラリーマンが嫌悪になったオフ会を見かねて悪態をつき始める。ありがとうございます。